AVN キャッシャーズムクラリティーだよ。今収入のメインってなんだ、え、いやでもなんだかんだ言ってやっぱ YouTube じゃないの。なんか Twitch ね、わかんない。なんか知んないけど4月になってね、広告の単価が一気に落ち込んだ。どうしよう。Twitch が俺をもう見放し始めてやる。見放し始めてる。わかんない。なんか。昨日とかだってさ、なんかすごい3時間ぐらいで同説1万人ぐらい行ったのに、なんか収益見てみたら、なんか2000円とかだった。2000円とかだった3時間。時給666円。まあでもそんなもんよ、別に。でも、まあ。わかんないんだよね、なんかね。ツイッチ、これ、打足さんもなんか言ってたんだけど、なんかね、わかんないんだよね、その、広告の単価がなんか変動するんだよ。なんか全然、なんか時間やってなくても広告の単価がすげえ高い時もあれば、なんか10時間ぐらいやってても全然広告ついてねえ時みたいな。そう。遊ばれてる。なんか。でも、打足さんもなんかな。打足さんでもほぼツイッチでしょ、収益。いいな。マジで。俺もそれ、でも打足さんはなんかね、広告の単価がなんか良さそうなんだよな。だってなんか70万ぐらい稼いでんでしょ、月に。羨ましい。羨ましいな。わかんない。あれ？え、なんか前、なんか動画で言ってなかったっけ？配信で。なんか、俺は70、なんか70万稼いだみたいに言ってなかったっけ？配信で。あれ？え？配信で言ってなかった？わかんない。俺、だって俺本人から聞いてないもん。本人からお金の話とか一切聞いてないから、多分俺だけが知ってる情報じゃないことは確か。わかんない。だって俺、打足さんとそもそもそんなに仲良くない。からそんな、俺、打足さんとそんなプライベートの話できないから。多分、そうだね。あ、いい時は70万って、俺は言ってたじゃねえかよ。だって俺、打足さんとそんなプライベートの話あんまりできない。嘘です。打足さんの去年の年収700万。本人が言ってたのそれ。なるほど。あ、そうなの。あ、今日言ってたんだ。へえ。でもさ、やっぱりでも、本人からじゃね、やっぱエビデンスがないでしょ。やっぱ証拠がないもん。だって、モコーさんだってさ、もう月多分20億ぐらい稼いでんのに、自分のことを無職って言うじゃん。そう。やっぱ無職って言うじゃないですか。だから、わかんないよな、やっぱり。でも700万ってそれ、どうなんだろうね。それ自分の元に入ってくる税金とか引かれて700万なのか、その額面と手取りで全然違うから、どっちなんだろうね。なんか LINE 来たな。誰だ？打足さんじゃないといいな。大丈夫だった。大丈夫だった。あ、手取りか。要は、なんだろうな。こういう配信で稼ぐと、大体2割3割で、年収って確か1000万超えると 40% ぐらい持ってかれるじゃないですか。税金で。だから、実際稼いでる額と手元に入ってくる額。だって、加藤さんだってさ、なんだっけ、結婚式のスパチャも、なんだかんだで、Google のアドセンスがなんちゃらとかさ、なんか手数料とかで、なんか3、4割持ってかれたんでしょ？それが1億何千万になったんだっけ？やべえよな。やべえよ、マジで。すごいよな。半分ぐらい持ってかれる。まあ確かにそっからさらに税金とかも引かれるから、まあ多分ね、だから加藤さんはもうスパチャでもう余生を楽しもうと思ってたらしいけど、でももう両津みたいに、わしの2億ドゥーン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 みたいな、
もう両津みたいに、両津みたいになんか、そう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 、なんか意外と手元には残らないっていう、あの1話完結型。両津って大体、こち亀が30分あるとしたら15分過ぎぐらいまでは、大金を稼いでるけど、最後には結局なくなってるみたいなね。そうそうそう。そんな感じなんだろうな。お決まりのパターン。1000万超えのスパシャの人。そうだね。りょうさんも税金8000万ぐらい。あ、確かそんな話あったよな。やっぱそう、だから税金ってすごいよな、そう考えると。でもそう考えるとなんかさ、税金の使われ方に対して、そのなんか、払えば払うほど、その税金の使われ方に対して、みたいな。税にマスク配るんかいみたいな。政治批判ちょっと待って。政治批判ではないです。そうですね。ちょっと国の批判も一つまみ。